はい、熊谷裕人君。立憲民主社民の熊谷裕人でございます。早速質問に入りたいんですが、最初にですね、誠に質問しづらいことなんですが、これも日本の予算に関わることですので、財務大臣にちょっとお答えをいただきたいと思うんですが、私どもこの参議院の同僚で、秘書給与の搾取で、議員を辞職された方がいらっしゃいました。どうも当局の取り調べにですね、認めているようでございますので、この後どのような結末になるか分かりませんが、もしですねこれが犯罪ということになれば、刑事訴訟法の中にですね、239条の2項に公務員はその犯罪を知り得たときには告発しなければいけないと告発義務がございます。搾取でございますので、損害賠償と、返還要求、こういったことを、予算を司る財務省として、財務大臣として、また同じ、同県の選出の議員として、所感があればお聞かせをいただければと思います。はい、鈴木大臣。今般の秘書給与の、搾取の件でございますが、広瀬さんをこの擁立したのは自民党の岩手県連でございます。でその上で党本部にお願いをして、公認を、いただいたところでございますので、自民党を離れまた辞職をしたといえども、大変にこの件は遺憾であると思っております。私自身前回の選挙で先頭に立って彼女の支援をお願いをして回ったわけでありまして、このようなことになり自らの不明を恥じるとともに、今地元でもお詫びを重ねているところでございます。いずれ今熊谷先生から告発あるいは損害賠償という話がございますが、まだ今の時点では、検察当局が捜査中であると、承知をしているところでございまして、捜査中であるわけでありますので、今の段階で、政府の立場からコメントすることは控えなければならないと、そのように思っております。はい、熊谷裕人君。はい、誠にお答えにくい、質問に答えていただきましてありがとうございます。今後今答弁ありましたように、この状況の成り行きによっては公金の搾取ということでございますので、賠償請求も行わなければいけないと思いますし、また名義を貸した秘書さんの方にはですね、厚生年金がかかっておりまして、この方が受給の年齢になりますとかけた分を国がというか社会保障費で出さなければいけないということもありますので、できればこの結末が見えたところでしっかりとした対応をお願いをしたいというふうに思っております。ついで今日本題に入ってまいりたいと思いますが、岸田総理が突然次の総裁選挙は出ないということで、総裁を降りるということは総理も降りるということになろうかと思います。そうするとポスト岸田ということになろうかと思いますが、これまでのまず財政政策について、次期政権に、引き継ぐべき財政政策は何なのかというところ、財務大臣の今お気持ちの中であるところをお示しいただければと思います。はい、鈴木大臣。先日総裁選への不出馬を表明された記者会見におきまして、岸田総理からは任期中最後の1日まで政策実行に一意専心当たっていくとの発言があったところであります。従いまして引き継ぐべき財政金融政策について具体的にお話をする段階ではないと、そのように考えておりますが、財政政策について申し上げますと、基本的には骨太の方針2024をはじめとする政府の方針に沿ってこれまで取り組んできた政策の考え方を引き継いでいくことになると認識をいたしております。すなわち経済あっての財政との考え方の下で、民需主導の持続的な成長を実現するため、真に効果的な財政需要については機動的に対応するとともに、財政健全化の旗を下ろさず財政に対する市場の信任を確保し、
将来世代への責任を果たしていくため、歳出改革努力などを取り組みを行っていくという、まあ、経済成長の実現と、財政再健全化の両立のお考え方が次期政権にも引き継がれていくことになるのではないかと考えております。はい、熊谷博人君。同じ質問をですね、植田日銀総裁にもお願いをしたいと思っておりますが、まあ、引き続くべき金融政策は何か、そして、岸田政権で、総裁は指名をされておりますが、政権への向き合い方について変化があるのかどうか、その点についてお答えいただければと思います。はい、日本銀行植田総裁。私ども日本銀行といたしましては、日銀法に定められた物価の安定という使命を果たすために、引き続き物価安定目標の持続的安定的な実現を目指して金融政策を運営していく所存でございます。その上で政府との間においては、これまでと同様十分な意思疎通を図ってまいりたいというふうに考えております。はい、熊谷博人君。ありがとうございます。まあ、意思疎通をしっかりと図った上ですね、やはり日銀の独立性というところにしっかりと観点を置いてですね、金融政策運営をしていただきたいなというふうに思います。続いてですね、7月の金融政策決定会合の決定内容について、少しお聞きをしたいと思います。午前中は衆議院の財金委員会で、同僚の桜井議員の方からですね、正常化に向けた取り組みが遅かったのではないかという質問を総裁にされておりました。その点について私も、まあ市場というかマスコミの中では、早すぎたんじゃないかというような、今回の7月の金利の引き上げが早すぎたんじゃないかというようなコメントありますけれど、私は正常化に向けての動きというのがあまりにも慎重すぎて若干遅れたのではないかと、遅れたのでタイミングが悪い時に、利上げということをが重なってしまったというふうに思っておりまして、もう少し物価のその安定的な 2% の上昇はここのところ円安でずっと私は超えていて、行き過ぎた円安、悪い円安をなんとか金融政策で変えてほしいという話はこの委員会でも何回か質問させていただきました。そういう視点から、私の個人的な視点から言うと、若干慎重すぎて遅かったかなというふうに私自身は思っているんですが、この決定の内容とタイミングについて改めて植田総裁は、この7月の決定がどのような感じで適切だったのかどうかという観点からどう思っているのかお聞かせをいただければと思います。はい、日本銀行植田総裁。7月の決定でございますけれども、これは先ほどちょっと申し上げましたが、経済物価がこれまで、私どもが示してきた見通しにおおむね沿って推移しているということと、そこまでの円安もあって物価に上振れリスクが出てきているということを、考えて、利上げの判断をしたところでございます。その上でこれが早すぎたか遅すぎたかっていうことについてもコメントするようにというご質問だと思いますが、一つにはその後発表されました第二四半期の GDP 統計、あるいは6月の毎月勤労統計を見ますと、私どもの見通しに沿った線で、経済が動いているということが、確認、できております。そうした意味でこの決定は、適切であったのではないかな、思ってございます。もう一方で午前中も議論がありましたが、遅すぎたのではないかというご意見も一部にあるかと思いますが、これに対しましてはそもそもの大規模金融緩和がその中に、2% の目標の、持続的安定的な達成が見通せる状況になるまで継続するという約束のようなものがございまして、これは守りつつやっていこうということでやってきましたので、最終的に今年の春春闘がかなりしっかりした姿になるだろうということを、
かなりはっきりと予想できた時点、すなわち3月頃に大規模緩和を終了し、さらにその後のデータも見通し通りということで、先ほど申し上げましたように7月に、追加の利上げをさせていただいたということでございます。はい、熊谷博人君。はい、その辺の春の春闘の賃上げを見てということはこの委員会でもたびたび議論になりまして、同僚の柴議員の方からも質問をさせていただいてご答弁いただいてきたようなことでもございますが、その状況も見通しは明るかった状況でもありますし、その当時は株価も安定的に上がっていた、逆に言うと円安が進んできてだんだんと輸入物価が高くなってきたというところに手を打たなければいけないんじゃないかということで、私はその頃金融政策を変更して、悪い円安を退治しなきゃというようなご提案をさせていただいてたんですが、そういった思いで私自身は遅すぎたのかなというふうに思っております。続いてですね、今回の乱高下の原因についてちょっともうこれもたびたび質問をいただいて、答弁は出ているところでございますけれど、何回か為替介入をしました。それにもかかわらず、円の方は一度円高に触れてまた円安にというようなことを繰り返しておりましたけれど、最終的にはその8月の2日のアメリカのCPI の予想が市場予測より低かったということで、アメリカの景気減速が予想されるということが引き金になってですね、株価も円は円高に振れ株価は下がるというようなことになったんだと思っておりますし、総裁もそのようなアメリカの景気減速懸念がその引き金になったというような答弁をされております。そして戻ったのは悲観的なその状況が出したから戻ってきているというような答弁もありましたけれど、7月の10日に1ドル161円という、安値をつけまして、その翌日に、日本の、株はですね、株価は最高値4万2000円を超える最高値を記録しました。そして、その頃から徐々にですね、円高に何回か為替介入ありましたけれど円高に触れていたんではないのかなと思っておりまして、今言われている円キャリートレードが手仕舞いがここから私は始まってきてんじゃないのかなというふうに思っておりまして、そこに日銀の利上げの観測、そしてアメリカの利下げの観測、市場では随分出ておりましたので、それを織り込み始めていたところに、CPI が悪かったということを引き上げにパニックが始まったのではないのかなというふうに思っておりまして、その中でですね、先ほど白坂委員の質問にもありましたけれど、質問にの答弁にもありましたけれど、このなんて言うんでしょうかね、投機筋の売り抜け、下落の状況で売り抜け、そして翌日に下落したところを買い越しているというようなことはデータでも民間の調べのデータでも出ておりますし、大塚議員の要求した資料でもそれが見て取れるところでございます。そしてずっとこの市場というか日本の株式市場はですね、先ほども お話がありましたけれど信用取引で買い越しが 4.9 兆円も6月には膨らんでおりました。そろそろその時時点ではまだまだ株上がると言って実際7月の10日に、4万2000円まで上がってきているんですけれど、その買い越しの状況がパニックを起こしたときに、先ほど大衣装の話もありましたけど大衣装が必要になってパニック売りというのが始まって、一挙にブラックマンデーを超えるというような下げになったんではないかなというふうに思ってますし、投機筋はそれを利用してですね、うまく売り抜け、そして、うまく次の日に買ったという状況で、日本の
政府が旗を振って、投資に入ってきた人たちが結局パニックで、損をしてしまったという状況なんではないのかなというふうに思っております。その中で先ほど の答弁にもありましたけれど、証券会社とか信託は解雇されているというのは多分年金 GPIF とかその辺しっかりと買ったんじゃないのかなというふうに思ってまして、そこで戻ったというのが状況になっていると思うんですけど、この乱高下、私は今言ったようなことが原因で乱高下が起きたと思ってまして、投機筋がやっぱり日本の株式、そして円キャリートレードというところで狙っていたのがうまくはまったというような状況になっているんじゃないかなという私は個人的に思っておりますが、その点について、上田総裁、もし、ご感想があればお聞かせいただければと思います。はい、日本銀行上田総裁。8月入り後 の株価や為替の大きな変動の背景として、委員がおっしゃったような投機的な投資家の最初ポジションの積み上がりがあり、それが整理が始まっていたところという、ポジションの整理のところであったというファクター要素が影響した可能性は否定できないとは思っております。ただ大きな動きを決定づけたのは、これも委員おっしゃいましたように8月2日 のアメリカの雇用統計ですか、これが思った以上に弱かったということが、一時的にせよ米国の景気減速懸念を急速に世界中に広めたという、そこが大きかったのではないかなというふうに思っております。はい、熊谷裕人君。ありがとうございます。今日の総裁の発言は世界が注目をしていますので、慎重にならざるを得ないというところは理解できます。私もあまり、総裁の思い切った答弁をしていただいて、また市場が大きく動いてもらったも困りますので、慎重に質問をさせていただきたいなという思いますが、私はこの8月 の5、6の乱高下はそういう状況で、やはり日本の株そして円というところが投機筋に狙われて、それがうまく利用されたんじゃないのかなというふうに思っておりまして、やはり株の世界とか為替の世界っていうのはそういうリスクがあるもんだというふうに思っております。で、先ほどの、白坂議員の質問にもありました、ちょっと順番を変えて家計の資産形成に対する影響について、これは財務大臣じゃない、財務大臣金融担当大臣に、お尋ねをしたいと思うんですけれど、岸田内閣で、貯蓄から投資への家計の安定的な資産形成への取り組み、ということがずっと進められてきました。政権が、政権というか総理が変わり内閣が変わります。そして、この8月の乱高下を、初心者というか初めてNISAを利用して投資に入ったような方たちもいきなり経験をすることになりましたけれど、この点につきまして、これからも貯蓄から投資へという政府の考え方が変わるのか変わらないのかという点についてお伺いをさせていただきたいなというふうに思っております。午前中の質問も見ておりまして、その金融経済、教育推進機構 の教育というところがリスクも含めてですね、教育をするところが必要なんだというような答弁も出ておりましたけれど、投資の初心者の方へのアドバイスをするという、職種を作って、そしてお金を受けて、そして投資のアドバイスをするということが念頭にあって、確か発足式の時に岸田総理もその発足式に出てですね、そこのアドバイザーが一つの その肝なんだというようなことを強調されておりましたけれど、教育をしていただかなければいけないというのは今言いましたが、あまりにもそこが強調しすぎてですね、
貯蓄から投資へということで初心者が増えて、また何か投機筋に狙われて大損をしてというようなことがあっては私はならないと思ってますし、そういったリスクが大きすぎるというふうに私は思っておりますが、その点について金融担当大臣としてこの資産形成の取り組みについてこれからの変化があるのかないのかという点も含めて ご答弁いただければと思います。はい、鈴木大臣。資産形成の取り組み方針に変化があるか、今回の乱高下を踏まえてということだと思いますが、政府としては金融市場を通じて家計の投資が企業価値の向上につながり、それが資産所得の増加という形で家計に還元されるという好循環を実現していくことが重要であると考えておりまして、貯蓄から投資へという方針に変わりはございません。一方で今般の株価の急落局面では、新NISAで新たに参入した個人投資家の中には不安を感じる人もいたとの指摘がございます。資産形成を行う際には国民の皆さん一人一人がご自身のライフプランやライフステージを考慮し、どのような資産形成が必要かをよく考えていただくこと、投資を行う場合にはさまざまなリスクがあることをご理解いただくこと、新NISAの利用にあたっては長期積み立て分散投資の特徴や重要性を考慮して市場変動の際も冷静に判断していくこと、こういうことが重要であると考えております。金融庁といたしましたしてはこうした点についてしっかり広報周知を行うべく、今般本格稼働を開始いたしました JFLEC を中心に関係金融機関等とも連携をし取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っております。いずれにしてもそのリスクというようなこと、これについても十分に理解をしていただく、その上で自分のライフスタイルを考えていただいて投資をするのも自由ですし、投資をしない踏まえてこれ私はしませんということももう自由なわけでありますので、まずはこうした金融教育、これが大事なのではないかと考えております。熊谷裕人君。はい、ありがとうございます。で、今のご答弁を受けましてなんですが、その投資のアドバイザーのところでちょっと気になる記事がありまして、その時にですね、総理が割引クーポン、アドバイスを受けるのに8割ぐらいのクーポンを出すんだというような発言をしていたような新聞記事が出ておりました。そのなんていうでしょうか、今大臣がその投資をそこは個人の判断で、どちらでも個人の判断でっていうことだったんですけど、お金を払って投資のアドバイスをいただいて、その投資が投資のアドバイスをクーポンを使って8割引きみたいなことで安く、アドバイスができるということになると、なんとなくこう政府がそこを使ってですね、投資の世界へいざなっているような、気にもなってしまうので、その辺、岸田総理の発言ですから、大臣にこの点どうなのかというふうに言ってもあれなのかもしれませんが、その点岸田総理がそのアドバイザーに対するそのクーポン券を発行して、そして投資の教育に使ってもらいたいというような発言をその発足式の時に出た時にしているという、報道もありますので、その点もし分かればご答弁をいただければと思います。はい、鈴木大臣。アドバイザーが果たすべき役割というのはこれは大変大きいんだと思います。そしてアドバイザーが出張っていくっておかしいですけど、そういう時は投資がやろうということが前提になる、そういう取り組みであると理解をいたします。従いまして、発足時でありますから、そうしたアドバイザーの方の活動を多くの方に受けてもらう、これはもう投資をしようという気持ちの人だと思いますけれども、それを促進するための一つのアイデアとしてそのクーポンという話が出たのではないかと私はそう理解いたします。はい、熊谷裕人君。
ありがとうございます。通告もなしで答弁していただいてありがとうございます。大臣にも、もう一度先ほど日銀総裁に、質問したですね、この8月の乱高下の状況について、これは金融担当大臣としてどのように思われたのか。先ほど言ったように私は投機筋が悪さをしたというふうに認識をしておりますが、金融担当大臣としてどのようにこの乱高下を原因を見ているのかお聞かせいただければと思います。はい、鈴木大臣。8月上旬の株価と為替の乱高下でございますけれども、これはさまざまな要因が考えられると思います。そういう中で市場参加者の間では先ほど来、話題にもなっておりますが、アメリカの軟調な経済指標を背景とした景気の悪化懸念、それから地政学的な緊張の高まりなどを背景として世界的に急速なリスク回避が進んだことも金融市場での大きな動きにつながったという見方があると承知をしております。そして熊谷先生ご指摘になりました、投機的な動きにつきましては、なかなか何を投機的な取引であるかと判断することが、難しいわけで一概にお答えはしづらいんでありますけれども、市場参加者の中には先ほど申し上げました米国景気の悪化懸念等を契機に為替市場における起用の投機的なポジションが急速に解消されたことも金融市場における大きな動きにつながったとの見方があるということも承知をいたしております。いずれにしても引き続き投機的な動きも含め金融市場の動向をしっかりと注視してまいります。はい、熊谷裕人君。ありがとうございます。続いてですね、先ほどもちょっとも質問されておりますけれど、内田副総裁の発言と、植田総裁の認識に違いはないというふうに先ほど答弁をいただいておりますが、そうすると金融、為替や株のこの市場が混乱をしている間は金利の決定はしないというようなことがその内田副総裁の発言だったように私は思っているんですが、そうすると金利の決定、これからの日銀の金利の決定には株価や為替の市場の動向というのが左右されることになるというような認識を私は持ってしまうんですが、それで私の認識でよろしいかどうか日銀総裁にお尋ねをしたいと思います。はい、日本銀行上田総裁。私どもは金融政策を決定する基本姿勢としましては、先ほど来申し上げておりますように将来にかけての経済物価見通しがどうなるか、 2% の目標との関係でどうなるかということでございます。従いまして為替や株を含めまして金融市場の動向でございますが、これが大きく動いたときには、そういう見通しにどういう影響があるかという観点から適切に考えてまいりたいと思っております。ただその上で申し上げれば足元8月入り後の市場の動きは急激であって現在も不安定な状況にある可能性があると認識しております。この点当面は極めて高い緊張感を持って市場動向を注視するとともに、申し上げましたように経済物価見通しあるいはそのリスクにどういう影響があるかということを丹念に見てまいりたいと思っております。はい、熊谷裕人君。ありがとうございます。私もあんまり専門家ではないので何とも言えませんが、これからこの 株と為替の市場が落ち着いてくれば物価を見ながらさらなる利上げが日本の金融政策、日銀の金融政策としてあり得るんじゃないかというふうに思っておりますし、アメリカの方は逆に言うと利下げの観測が出ております。この後議長の発言というか講演の中身によってまたいろいろ変わってくるんだと思うんですけれど、
9月は利下げ、FRB 利下げをするんじゃないかと言われてますし、年内にもう数回するんじゃないかというような話もあります。そうすると日米金利差が縮小してきて、自然にこれは円キャリーもこれで手仕舞いになって、円高に触れていくことになるのかなというふうに私自身は思っておりますが、それを見ながら私は輸入物価を上げてるのは円安だというふうにずっと言ってましたので、円高になるということは輸入物価が下がってですね、物価ももう少し安定してくるということになろうかというふうに思ってまして、2% を、どれくらいの物価の上昇に影響があるかというのがこの円高輸入物価の、下がるのかどうかというところも分かりませんけれど、普通に考えれば下がってですね、影響が出てくるのかなというふうに思っております。その辺慎重に対応していただくことになろうかと思いますけれど、改めて市場とのコミュニケーションについて、総裁のお考えを、今ほどというかご答弁いただいたこれまでの流れを踏まえて、コミュニケーションについてお考えを聞かせていただければと思います。はい、日本銀行上田総裁。申し上げるまでもなく、金融政策市場を通じて経済に働きかけるという面がございますので、ご指摘のように私どもの経済物価についての見方、あるいは政策運営の基本的な考え方、こうしたものが市場参加者を含む幅広い層に、うまく伝わるように丁寧かつ分かりやすい説明を、していくことが重要であると認識しております。引き続き、そのために私どもの講演や記者会見、あるいはこうした国会での答弁などを通じて丁寧な情報発信に努めてまいりたいと思っております。はい、熊谷博人君。ありがとうございます。時間がもうなくなってまいりましたので、最後に一問だけ、国債の日銀の買い入れ減額ということになりました。この減額された分の国債の改定について、財務省というか金融担当大臣としてこの改定をどのように考えているのかお答えいただければと思います。はい、鈴木大臣。国債発行当局でございますので、今後の国債保有者の構成について確たることを申し上げることができませんが、先般の日銀の決定を受けまして、国内海外を問わず幅広い投資家に国債を購入保有していただく努力が一層重要になったと、そのように認識をいたしております。国債発行当局としては金利の動向や投資家のニーズを見極めた上で市場との対話を丁寧に行いつつ適切に国債管理政策を運営してまいりたい考えております。また国債市場を取り巻く環境が変化する中で国債を将来にわたって安定的に発行管理するためには新規の国債発行を可能な限り抑制することも重要であると考えておりまして、引き続き、財政健全化にも取り組んでまいります。熊谷博人君。時間がまいりました。拙い質問にご答弁いただきまして、総裁大臣ありがとうございました。終わります。